おみつアウトドアチャンネル、ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。私は静岡県の東部と中部の間ぐらいに住んでいます。今年のゴールデンウィーク、お休みは一日だけでした。お仕事が早く終わったので急いで準備をして伊豆の方へ車中泊をしに行ってこようと思います。今回は伊豆の道の駅3カ所寄ってきました。各道の駅のいいところをご紹介できたらと思います。ついている車内に憧れていて、仕事の合間に暇を見て一生懸命 DIY しましたが、一瞬で壊れました。最初の道の駅に到着しました。壊れてしまったカーテンの様子を見ながらここで一休みしたいと思います。想像以上にぐちゃぐちゃです。レールを固定する位置をちょっと間違えてました。すぐに治りそうもなかったので、とりあえずトイレ行こうかな。気を取り直して道の駅を楽しみたいと思います。めっちゃいい匂いする。わー食べたい。とても賑やかな雰囲気でなんだかワクワクします。カーテンが壊れてしまったことはとても残念でしたが、あっという間に立ち直りました。ボンボンベリー伊豆の国ファクトリーでいちごのソフトクリームを買いました。道の駅伊豆のへそにはいちごスイーツのお店があって、ソフトクリームだけではなくいちごのスイーツビュッフェなんかもあります。濃厚ないちごミルクなソフトクリームが最高に美味しいです。普通のソフトクリームと違ってこうクリームが細いのがまた特別とろける感じがしてとっても最高でした。ソフトクリームだけでは足りなくなってしまったので、また追加で違うスイーツも買っちゃいました。いちごに水飴をかけてコーティングしたいちご飴と、大福とバームクーヘンが刺さったいちごの串みたいなやつです。いちご飴はパリパリにコーティングされた飴の中にジューシーないちごが入っていて、食感も見た目も楽しい美味しいスイーツでした。いちご串の方の大福は中にいちごが入っていて、バームクーヘンもいちご味でいちご尽くしで最高の一品でした。修善寺道路に乗り伊豆縦貫道を走り次の目的地へ向かいます。道の駅天城越えに到着しました。この辺りはわさびが有名で、わさびを使ったソフトクリームがあるのでそれを食べたくてここに来ました。こんにちは。鮎の塩焼き一つください。まだ焼けない。まだ焼けない。どのくらいで？あと15分。あと15分。じゃあちょっと待ってます。ごめん。ソフトクリームの前にとっても美味しそうな鮎の塩焼きがあったのでつい近づいてしまいましたが、まだ販売していませんでした。気を取り直して先にソフトクリームを食べたいと思います。私もソフトクリームを巻きたいです。ありがとうございます。たっ
くりとわさびが乗ったわさびソフトクリームが来ました。早速いただきます。うん、あ、わさびのツーンとした鼻に抜ける旨味と濃厚なソフトクリームがすごくマッチしています。なかなか挑戦しにくいソフトクリームかもしれませんが、とっても美味しいので、ぜひ道の駅天城越えに来たら食べてみてください。アユの塩焼きも焼き上がったのでいただきます。道の駅の裏側にわさびの畑があったので、その近くで食べてみたいと思います。とっても空気が美味しくて気持ちのいいところです。頭からかぶりついてしまいましたが、とっても美味しいです。私はお魚が大好きなんですが、お肉も大好きなんですけど、もう本当に美味しいお魚でした。いい感じにお腹もいっぱいになってきたので、次の目的地へ向かいます。3月に開通したばかりの伊豆縦貫道を通って下田の方へ向かいます。新しい道路、とってもワクワクします。綺麗な道で、お天気もとっても良くて、運転していてすごく楽しかったです。下田は伊豆半島の南部東側にあるので、少し遠いイメージだったんですが、新しい道路のおかげで楽に行けるようになりました。渋滞にはまることもなく、順調に次の道の駅開国下田港に向かっています。道路は空いていたのですが、道の駅はとっても混んでいて、入るのに時間がとってもかかりました。このあと何度も信号を待って、やっと出入ったんですが、駐車をするところもなかったので、そのまま通り過ぎることにしました。近くにあった有料の駐車場に車を止めて、ご飯を食べに行くことにしました。金目鯛がたくさん乗った海鮮丼です。ソフトクリームとか鮎の塩焼きとかいろいろ食べたんですが、たくさん運転したのでお腹はペコペコです。それではいただきます。新鮮なお刺身がとっても美味しくて、運転して疲れた体が一瞬で癒されました。美味しすぎてもう目玉が飛び出そうなくらいお味噌汁もすごく美味しかったです。金目は海鮮丼だけじゃなくて、煮付け丼やカツ丼もあったので、次はぜひそっちを食べてみたいと思いました。
原ごなしに下田の町をお散歩します。下田は黒船で有名なペリーが来た町みたいな感じで、黒船がこう泳いでるっていうか動いてて、すごい歴史が感じられます。この船に乗って下田の海をクルージングできるんですが、今回私は陸から見ているだけでした。道の駅の営業時間も終了し、やっと開国下田港に入ることができました。今日はここで一休みすることにします。最初に壊れたカーテンですが、なんとか気合で貼り付けました。落ちないように慎重にカーテンを広げていきます。シェードとカーテン2つ使ってプライベート空間バッチリ作っていきます。窓側のカーテンレールはしっかり貼り付けてあるので落ちることはないのですが、ちょっとドキドキしながら使いました。折りたたんで収納してあったテーブルを組み立てていきます。気をつけないと斜めになってしまうので、足はしっかりはめるようにしています。いつもの私のお供のだるまさん、この子と一緒に夜を楽しんでいきたいと思います。今日はノンアルコールのアサヒスーパードライで乾杯です。ノンアルコールでもしっかりビールの味がします。お酒飲みたいところですが、今日は道の駅で仮眠をするだけなので、飲酒運転はしないようにこれで我慢します。綺麗な夜でした。海の風を感じながらぼーっとすると日頃の疲れが吹っ飛んでいきます。今回の動画はここまでになります。続きはまた後日公開するので、この動画が良かったなって思う方はチャンネル登録やいいねやコメントでぜひ感想を聞かせてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。